このアトムは、実は、私の過去の思い出の寄せ集めでありまして、角みたいなものがございますが、これは髪の毛なわけです。で、これは私が小さい頃に風呂へ入りまして、それで、風呂から上がって頭を乾かしますと、髪の毛がパーッと立つわけです。その印象が、こういう頭になってしまう。それから目玉なんですけどね。このキューピー人形のこれ目玉なんですよ、これ。やっぱり子供の頃にキューピー人形で遊んでた印象で、もう無意識にこのキューピー人形の目玉描いてしまったんですな。それから必ず昔鉄腕アトムの指を4本に描いておりましたんですが、私はやっぱり子供の頃にディズニーの漫画映画をずっと見て、そのミッキーマウスの指が4本なんです。ただ私は漫画の人物は指を4本描くもんだと、その時に子供心に思い込んでしまって、それがやっぱり漫画家になってから指4本描くようになっちゃう。で、鉄腕アトムの指は4本なんですけど。